ピンポン。怖い体験なのかどうかわからないけど、最近親と話して思い出したことを話してみる。言っておくけど、オチはない。逆にモヤモヤするかもしれない。まず、うちは母子家庭で生活は貧しかった。家族構成は俺、弟、母という感じ。貧乏だったけど、借金はなかったし、嫌がらせを受けることもしていないと思う。アパートの1階に住んでいて、2DK ぐらいの間取り。ちょうど俺が厨房1年だった時に、そこに引っ越してきた。中二病を早くも患っていた俺は、わがままを言って部屋を一つ独占させてもらった。何でも自由にできる快適な暮らしが1ヶ月ぐらい続いたある日の夜中、ちょうど2時ぐらいだったと思う。ピンポーン。インターホンが突然鳴った。びっくりしたけど、1回程度だったら1回だし、酔っ払いが間違って押したのかなと思って無視して寝ることにした。ちょうどもう寝ようと思っていたところ、ザザザ。帰っていく足音がしたので、少しほっとして本格的に寝ようとしてた。弟と母は寝ていたようだ。うとうとしてたら、また遠くから足音が聞こえてきて、どうやらその足音は家の玄関の前でピタッと止まった。少し異変に気づいた俺は耳を澄ませてて、酔っ払いか嫌がらせか、何かあったらぶっ飛ばすぐらい思ってた時、またインターホンが鳴った。昔のインターホン、いや、呼び鈴だったと思うけど、あれって早く押すと早い音になるし、長く押すと長い音になるんだ。ピンポーン。最初は普通だった。真夜中になるインターホンって怖いよね。ビビりつつも、調子に乗り上がってという思いが強かったので、起き上がって臨戦態勢になろうとしてたら、今度は長押しバージョン。ピーン、ポーン。その音に少し繊維をそがれつつも、起き上がってお土産の木刀を持った時に、ピンポーン。3回目あたりで、こんな時間に人様の家のインターホンを連射する異常事態気づいて、ガクブル状態に陥ってた。さすがにこれだけやかましければ、隣の部屋でとっくに熟睡してた母と弟も当然目を覚ます。ガクブルしながら木刀を握りしめて、ドアを開けた時に、隣から母も出てきた。部屋から出ると8畳ぐらいの狭い LDK の部屋があって、その横はすでにドア。異常事態だとさすがに母も思ったんだろう。僕と思ってる俺に突っ込みもせず小声で。何？一体どうしたの？たかしの友達？と聞いてきた。いくらその頃ドキュンだった俺でも、さすがにその時間にピンポン連射するクソバカな友達はいない。俺も小声で、ちげえよ、さっきから鳴ってるんだよ。こんな会話をしていると、また、ピーン、ポーン。弟も目を覚まし、母の後ろにピタッとくっついてた。ガクブル状態だけど、とりあえず姿を見なければいけないと思って。たかし、やめな！と母に言われつつも、ドアの覗き穴から外を恐る恐る見てみた。あれ？何かいるであろう場所には誰もいなかった。誰もいないよ。小声で母に伝えた。状況が飲み込めない俺は、ちょっと見てみな的なリアクションを母に送った。
母も恐る恐るその覗き穴から覗いて姿が確認できないようで、えってな顔をしてた。少し安堵感が皆の間に漂ったその瞬間、ピンポーン、また鳴った。恐怖で一瞬にしてその場の空気が凍りついた。恥ずかしながらその時すでに俺は繊維を失ってて、ドアを開ける勇気はなかった。その呼び出し音は次第にドアをノックする音も混ざってきた。どうすることもできない俺らは息を殺して固唾を飲んでた。諦めたのか音がしなくなって、ザザザッと足音がした。俺と母は絶対誰か変な奴がいるという確信に変わった表情をした。ちょうど外側から見ると玄関のすぐ横がすりガラスになってて、そこからこちらを覗き込もうとゆらゆらしている影に気づいた。ちなみにこちらは電気を消しているので見えないはず。あちらは街灯の明かりに照らされて影が見える状態。もうね、ビビりまくってましたよ、俺は。幽霊？変質者？ちょ、何？プチパニック状態。しばらくゆらゆらと様子を見た後に、その影はまた玄関の戸の部分に寄っていった。また証拠りなくインターホンを押した。ピンポーン。弟半泣き、俺がくぶる。そんな時、母が覚悟を決めたのか、おもむろにドアの方へ寄ってった。鍵はかかっていたんだけど、チェーンがかかっていないことに、俺はその時初めて気づいた。母は再度覗き穴から見て、少し、えってな表情をした後に、夜中なので大声とはいかないまでも少し大きな声で、どちら様ですか？と声をかけた。同時にチェーンもかけた。心の中で少しほっとした。反応は何もない。誰かなのか何かなのか、間違いなくドアを隔てたところにはいるはずなんだ。でも反応がない。もう一度母が今度は少し大きめな声で、どちら様ですか？と、その何かに尋ねた。マスカ。かすかに声が聞こえたような気がした。はい？いますか？俺ははっきり聞こえない。でも女性のような気がした。母も何かの声は聞き取りづらそうだ。その時の母は恐怖というよりも少しイラッとしてた様子。どなたですか？さんいますか？誰のことですか？ゾウさんいますか？誰？ゾウさんいますか？確かに誰かを訪ねているようだ。声はか細く静かなため、少し離れている俺たち兄弟にはほぼ聞こえない。家にはそんな人いません！ゾウさんいますか？相変わらず同じフレーズを言っている気がした。だからいません！何時だと思ってるんですか？ついに母切れる。その正体不明の何かはまたザザザッ
と足音を立ててすりガラス前に来て、ゆらゆらと数十秒揺れた後、また足音を立てて今度は遠くに去っていった。みんなで顔を見合わせて安心した後、俺は母に尋ねてみた。何？何だったの？誰だったの？わからない。女の人？でもよくわからない。どういうこと？何かいたんでしょ？でもよく見えなかった。なんだよそれ。じゃあ、なんて言ってたの？誰か探してたみたい。玄蔵さん？賢蔵さん？弁蔵さん？よく聞こえなかったのよ。名前が定かでないけど、とにかく古い名前で、なんちゃら蔵さんみたいな武士みたいな名前だった。なんだよそれ。そんなやついねえよ。超迷惑だな。ほら、もう大丈夫だから早く寝なさい。弟はまだがくぶる。俺は部屋に入ってまた来るんじゃないかと思って少し怖かったから、今日は起きていようと思ってたら寝てしまってた。それから家族の間ではその話は何でだろうか、あんまり話すことはなかったんだよね。話さないことによって次第に忘れていったのかな。一切話題にも上がらなくなった。そこから話は今現在まで飛ぶんだけど、つい最近母と電話で話すことがあって、今言ってたことを話したんだ。そういえば、あの時あんなことあったよね。何だったんだろうね。で、何それ。怖い。いやいやいや、あったでしょ。あんだけピンポン鳴らされたんだよ。なんとかなりますかって。自分が聞いたんでしょ。何それ。そんなことあったっけ。ちょっと、弟に代わって。何それ。超怖いじゃん。そんなことあった？誰も覚えてないんだ。ちなみに俺鬱でも何でもないし、精神的に何かを患っていたり、当時何かいけないものをやっていたこともない。弟はさすがに忘れてるかもしれないけど、間違いなくそれはあったんだ。断言できる。最後に一点。覗き穴から見た時に俺は見えなかったんだけど、よく考えたら、その時母は何かの存在を見た時に詳細を濁したんだよね。ちなみにドアの前の天井部分には蛍光灯がついてて、夜は明かりがついてるから見えないのは絶対おかしいことを思い出した。結局何だったんだろうか。そんなような話とか正体がわかる人、詳しい人がいたら教えてくれ。いや、ください。落ちなくて本当にすいません。以上、天地神明に誓って実話です。ちなみにタイミング合えば見てしまう人です。